フィブリル。皆さんこんにちは、アイリです。今日はですね、欲しいものがあっていろんなお店でちょこちょこお買い物してきました。なのでまとめてとある日のお買い物ということで買ってきたものを紹介していこうと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。まずはどうしようかな、無印良品からいきたいと思います。無理やり開けちゃう感じ。まず一つ目、もうこれは皆さんご存知のファイルボックスワイドです。実はここに引っ越してきた後にちょっとずつ買い足していく感じにしてます。本当だったら無印良品週間の時に買いたいんですよ、こういうちょっと大きめのお値段のものは。前よりかは安くなったんですよね。前990円だったんですけど、価格編成されまして690円になってるんですけど、私にとってはちょっと高いなので本当に必要な時以外は無印良品週間待とうと思っていて、とりあえず1個買ってきます。説明書とかを入れているワイドボックスを持ってるんですけど、その説明書がねちょっと溢れてきちゃって、今使ってるのがちょっとねこれ自体がこう広がっちゃってるから、プラスして買ってきました。これで説明書を増やして管理したいと思います。次は仕切りスタンド、ホワイトグレー、690円です。よくねなんかインスタグラムとかでも食器の仕切りに使ったりとか、そういった方もいらっしゃると思うんですけど、私は今編集しているパソコンの横に置きたいなと思って、ちょっと資料とかノートとかそういったのを置いて使いたいなと思って買ってきました。次はポリエステル綿朝コンソフトボックスです。これはもうこういうケースなんですけど、洗濯物のところに置いて使いたいなと思って買ってきました。中がねちゃんとナイロン素材になってるので安心。これをねちょっとこの洗濯のところに置きたいなと思います。次はこれもねもう皆さん使われてる方いらっしゃいますよね、アルカリ電解水クリーナーです。これは必ずしもこれがいいって中身を見て思ったんじゃなくて、もう見た目がシンプルで、今度アルカリ電解水使う時はこれを買おうと思ってたんですよ。無印のボトルのシンプルさに惹かれて使いたいなと思います。どうなんだろう、中的にはどうなんですかね。よく私が使ってる電解水と同じ感じかな。あ、ホコリがついてるすいません、ホコリいつからついてたんだろう。キッチンのところに置いて使いたいと思います。次はこちらタイル目地ブラシ250円です。こんな形のブラシなんですけど、お風呂の中を洗いたいなと思って買いました。前100均でこういうの買っててそれもいいなと思ったんですけど、この先のこの細さが使いやすそうだなと思って今回は無印良品を買ってみました。割とねここもブラシが強めだから良さそうな感じがするんですよね。色もシンプルだし、ちょっとこれでお風呂の掃除をしたいと思います。はい、次が無印良品最後です。最後はこちらスルメシートです。これは前にも何回か購入していて一時期ハマっていたものなんですけど、ダイエット中にはおすすめのお菓子って言っていいかな。これが一袋カロリーが136キロカロリーで、タンパク質が多いんですよね。 22.1g 驚異的で、脂質が 1.6g で、炭水化物が 8.3g なんですけど、ちょっとこれはね砂糖も入ってるので糖質的にはちょっと高めかなと思います。糖質ゼロを目指されてる方はこれおすすめじゃないんですけど、まあ、そこまでじゃなければこれはすごく私はおすすめです。噛んでると味も出てきて美味しいし、また久々に食べたいなと思って買ってきました。では次はドラッグストアに行きたいと思います。ドラッグストアで購入したものがまずはこちらです。Kパレットのワンデータトゥープロキャストザアイライナー。これ最近私がハマっているアイライナーで、もう動画でもねすごく押しちゃってるんですけど、これの今回は04番あずきを買ってみました。前はショコラブラウン的な名前だったんですけど、02番のそれもすごく気に入って使ってるんですけど、このあずきっていうカラーが気になりました。テスターがなかったので色がわからないんですけど、なんとなく良さそうなんですよね。なんとなく良さそうぼやっとしてる。最近ピンクメイクをすることが多いので、それに合わせたらどうかななんて思って買ってきました。はい、こんな感じでちょっと描いてみます。あー、おー、これ可愛いカラーですね。
もう少しブラウン寄りかなと思ったんですけど、思ってたより赤みが強かった。これだけで目元が締まるかっていうのはちょっとわからないんですけど、ポイントで入れても可愛いかもしれないです。これいいですね。最近気に入っているアイライナーで描きやすくて落ちづらいから、それの中で可愛いカラーがあるっていうのは嬉しいですね。次はこちら、オバジダーマパワー X リップエッセンス、リップ美容液です。これすごくいいっていうね噂を聞きまして、今回買ってみました。前視聴者様から教えていただいたアトレージュのリップもすっごく気に入って使っていて、私の母親にも勧めて母親も気に入って使ってるんですけど、久々にリップを変えてみようと思って買ってみました。私がねこれちょっといいなと思ったのが、唇のエイジングケア保湿を考え研究を重ねた独自処方、じゃあ独自処方言えなかった、独自処方ということで、もうねエイジングケアっていうワードに弱い私は、もうエイジングっていうワードにもピカッて反応しちゃうんですよね。そうエイジングケアもしてくれるんだったらありがとうございますと思って、この中に入ってる保湿成分はビタミン A 誘導体、ヒアルロン酸、プロテオグリカン、コラーゲン、エラスチンが入ってます。あちょっと開けよう。中はこのようにチューブタイプで塗りやすそうです。こんな感じで透明ですね、曇りのない感じで、あしっとりしてる。これはなんかもうラップしてくれそうな感じです。唇の上をちょっと肝心な香り嗅いでみます。多分ない、ほんのり液の匂いがする、液っていうのかな、機械っぽい、なんて言うんでしょうね、機械っぽい感じでも、ね、ほのかなんですよ。香料は入ってなさそうな気がします。なのでちょっとねこちら使ってみたいなと思います。次はキュレルのディープモイスチャースプレーです。これもねなんか話題になってたんですよ。スプレータイプの保湿スプレーです。肌荒れを防いでセラミドケアができるというもので、お風呂上がりに体に使いたいなと思って買ってきました。同じ悩みの方がいらっしゃったら教えてほしいんですけど、梅雨時期とかになると太ももとか足だけがすごく痒くなるんですよ。昔から病院に行って調べてもらってるんですけど、理由がわからなくて、急にも痒くなって、書くともうピリピリしてまた痛がよくなって、いろんなところが痒くなって、それがねすごくストレスで、でいろいろ調べた結果、皮膚創痒症っていうものかなと思って、そこには保湿した方がいいって書いてあったので、しっかり保湿をするんですけど、またなんかそれがちょっと私にとってなんか痒みが増える原因になっちゃったりとか、それもね気持ち悩んでる。これは敏感肌にも使えるスプレーなんですよね。でさらにスプレータイプで下向けても大丈夫だから、足とかにも乗せやすいなと思って、ベタつきあるのかなちょっと気になるから、ちょっと開けちゃおう。なんかメイクの上からもできるっていうので、ちょっと顔に乗せてみよう。霧雨霧雨みたいな、良さそう。これクリームよりもさっぱりしてそうだし、敏感肌にも使えるし、消炎剤配合って書いてあるから、そういったのも良さそうだななんて思って買ってきました。次はこちら、ブラックキャップ。そうです、私の大嫌いな G 対策のものです。これ先日ドラッグストア購入品で包装団子を買いに行ったんですけど、これしかなかったって言ってね紹介してたんですけど、その時にコメントでたくさんの方からこのブラックキャップ最強ですよっていうねお声をいただいて買ってきました。これきっと大丈夫だと思う。今回16個入りを買ってきました。16個あればなんとかなるかなと思って、そんなにうちも部屋数があるわけじゃないからどうかな、これより多いのもありました。これでしっかり対策したいと思います。教えていただいてありがとうございました。はい、で次はドラッグストアで購入したんじゃないんですけど、コスメを1種類購入してるので紹介します。こちらです、エトボスのミネラルアイバーム。まずはこちらシャンパンアイボリーというカラーと、こちらがモカブラウン、ピンクフィズとペールライラックというカラーを購入してきました。これは視聴者様から教えていただいた商品です。ありがとうございます。私が目元にねツヤがある方が好きって動画で伝えたら、このエトボスのアイバームおすすめですよということで、早速買ってきました。そのすぐ買いに行きますよ、はい私は。ということでちょっと手元に載せたいと思います。なんかこんな感じでね、クリームアイシャドウなんですよね。今2種類載せたんですけど、このピンクフィズ、確かにフィズってますね。イチジクっぽい。最後がペールライラック、ちょっと青みのある紫っぽいカラーも入ったような透明感が出そうな
カラーですね。ツヤ感すごく綺麗ですね。なんとなくクリームアイシャドウってこう目元のシワに時間が経ったら溜まってしまうんじゃないかなっていうイメージがあって、今まであんまりクリームアイシャドウって使ってこなかったんですけど、こちら期待大で、はい、使いたいと思います。なんか良さそう、密着度も高そうだし、色味もすごく可愛いですね。ツヤ感も好きなツヤ感です。濡れたようなツヤ感が出そうな感じがするので、ちょっとこちらも使うのが楽しみです。はい、教えていただいてありがとうございます。次はキャンドゥで一つだけ買ってきた、一つじゃない二つなんですけど買ってきたものがあります。それだけ紹介します。こちらキャンドゥのくるくる梱包ラップです。これは段ボールをまとめるものですね。セリアでこういうタイプを買ったんですよ。でそれがすごく使いやすくて、段ボール巻くときはもうこれすごい最高なんて思ってたんですけど、その時にセリアのものは絵がオレンジで、あーなんかもうちょっと白とか黒とかあったらいいのになーなんて言っていたら、キャンドゥに売ってますよってまた教えていただいてありがとうございます。様に教えていただいて、ちょうどオレンジがなくなったんですよ。なので今回黒を買ってきました。それにもう一つ詰め替えが売ってたので詰め替えも買ってきました。残すところユニクロと GU です。まずはユニクロから紹介します。普段着る服じゃなくて運動着なんて言うんだろう、運動する時のお洋服、あ、スポーツウェア、スポーツウェアです。もう運動着って言っちゃうな、もうそれで染みついちゃってる私。まずはこちらです。これがドライ EX プリントクルーネックティー半袖00ホワイトです。 S サイズの1500円です。この爽やかな橙じゃなくて、なんだろうこれ、なんていう柄だろう、ぼかしみたいなこのデザインが可愛いなと思ってこちらを選んだんですけど、これの下にこれをちょっと着ようかなと思ってインナーで買ってきたのがエアリズムコットンリブブラタンクトップ03グレー M サイズ1990円、 あこっちの方が高い、えこっち1500円なのに1990円。ブラトップ分かな。そうこちらを中に着てこれを着たいなーなんて思ってます。でさらにセットで買っちゃったんですけど、こちらウルトラストレッチアクティブアンクルパンツ M サイズ1990円。これ私すっごくお気に入りで、黒とダークグレーを持っています。もうそれがすごく重宝してて、ライトグレーも追加で購入しました。ライトグレーなんてどこにも書いてない。ぴったりしすぎないからお尻の線も出づらいし、すごくストレッチが効くので着心地もいいし、で下のこの足首のところもキュッてなってるので引き締まって見えるし、動きやすいので、私これすっごく気に入ってます。スポーツされる方これすごくおすすめです。それでこれの下にこう履きたいなと思って、爽やかになりたいの私。爽やかな感じにしたくて今回こちらを買いました。で、あとですね、ユニクロではこちらも買いました。ベリーショートソックス990円。このベリーショートタイプの靴下なんですけど、私この形実は履いたことがなくて、ちょっといいのかわからないです。脱げやすいかもしれないなと思って、脱げやすいのか脱げやすくないのかがわからないんですけど、一回履いてみようと思って買いました。普段は無印良品で買ったスニーカーソックスを気に入って履いていて、これがね、もうちょっとかかとがあるんですよね。なのでこれはちょっと、そう心配なんですけど、ちょっと入ってみたいと思います。はい、で最後は GU 行きたいと思います。まず一つ目こちら、これもう私好みですよね。私が好きなデザイン、こういうのばっかり着てるんですけど、やっぱりこういうのが可愛いなと思っていて、さらにねこれがねライトグリーンっていうカラー、このカラーも可愛いなと思って、これがタイネックブラウス半袖50ライトグリーン M サイズ1490円で、こちらポリエステル100、はい、ありがとうございます。これはねすごく爽やかになりますよね、着ると。そう、爽やかになりたい、私は爽やかを目指してます。暑苦しいので爽やかになるし、こういう柔らかいグリーンのカラーのトップスが欲しくてずっとこう探したりしてたんですけど、 GU でたまたまお店の外から見て、あ、これいいかもって思ったんですよ。フラフラっとね GU に入って買ったんですけど、これはすごくいいなと思いました。次もトップスです。こちら。フィブリル2ウェイティー半袖。
30番ナチュラル M サイズの1490円です。これね、あの 2way でこちら側でもいいしこちら側でもいいってよくありますよね。こういう感じの T シャツよりも少し綺麗めって言っていいのかな、カジュアルすぎない感じで着られるかなと思って、でも楽に着れるような、なんかそんなようなのが欲しくて、ただこれですね、レーヨン 58% ナイロン 42% なんですよ。レーヨン 100% だったら買わなかったんですけど、ナイロンが入ることによってで、シワの入り方がちょっとね、軽減されるかなと思います。ポリエステルと比べると、やっぱりちょっとシワにはなりやすいかもしれないです。それもなんかちょっと味になって切れそうだなと思って。なので、ちょっとこちら買いました。次が最後です。最後はこちら。レースのスカートです。この紫のカラーが私すごく可愛いと思いました。これがレースプリーツロングスカート77パープル、ポリエステル100。で、あとこの高級感のある紫カラーですね。紫大好きなんですけど、紫の中でも私ちょっと好みがあって、こういう青みがある紫が好きかもしれない。レースのスカートで重たくなりすぎないので、さっきのこれとかに合わせてもいいかなと思って、白い T シャツとかにも合うと思います。ちょっと上に黒を合わせると今の時期だと重たくなりすぎるので、上を淡いカラーにしてこういうスカートを履きたいなと思いました。はい、ということで以上とある日のお買い物を紹介しました。ちょっとね、品数多くなっちゃったんですけど、疲れてませんか？大丈夫ですか？少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。なんか使うのが楽しみなものが今日もいっぱいあります。はい。うん。